今回は就活の難関、面接にチャレンジします。じゃあ天勝君、前回は、はい、エントリーシートの自己 PR とか学知化をですね一緒に頑張っていきましたけども、はい、今日はその後の、面接ですね、はい、これの練習を今日やっていきましょうか。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。失礼します、はい。勝木さんがですね、学生時代に頑張ったことを教えてもらえますか。はい、私は学生時代、大学の授業の活動だけではなくて 学外の課外活動の方にも力を入れて頑張ってきました。その中で、学生団体というものに所属していて、そこで代表を務めておりました。自分は人と話すというところに力を入れて頑張っていました。勝木さんがですね、地元である長崎のですね、はい、の企業を、希望される理由っていうのを教えてもらえますか。はい、やっぱり長崎って最近すごく変わってきてるっていうのを自分感じてて、西九州の新幹線だったりだとかで、そのどんどん発展していくと初期の最初の段階に自分が携わってで、どんどん自分の力で長崎を盛り上げていったりだとか、発展させていくってところに自分も関わりたいなっていうふうに自分は考えているので、長崎県の、就職を希望しました。ある程度漠然としていてもいいですけど、はい、こんなことをやってみたいっていうのありますか。地域の小学校の学童のボランティアに行ったりだとか、未来会議、その地域の将来のことを考える会議にも参加させていただいたりだとか、すごい地域に関わることを大学生時代すごくやってきたので、これからも地方創生っていうところに関わっていきたいなっていうふうに思っています。なるほど。ではこれで面接終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。いろいろ突っ込みますけど覚悟はいい？はい、はい、大丈夫です。多分勝木くん自身が、はい、途中で何喋ってるか分からなくなったり、そうですね、まあ、それはいくつかの原因があると思うんだけど、一つはおそらくは事前に出してるエントリーシート、はい、その通りにこう喋ろうと思っちゃったよね。そうですね、なんかその自分が何書いたかなっていうのをすごい考えながら、思い出しながら喋ったので、言葉に詰まってだし、内容がすごい行ったり来たりした、ね、ところはあったかな。まあこれ本当に学生さんの面接あるあるなんだけど、喋、はい、りすぎです、聞いてる側はついていけない、これいろいろ聞きたいんだよこっちはね、はい、でも君はマシンガントークで喋っちゃうからこっちはいろいろ質問するタイミングがなかったっていうのが正直なところです。まあ、それに対する対策としてはですね、一つのストーリーを君の中で作っておくといいです。するとその中からこう答えることができるんだよ、切り取ってね、はい、頑張ってきたことは何ですかって言われた時にまず結論だけ述べるんだよ。私はこういうことを頑張ってきました、そしてそれのきっかけが一つありますとかでストップです。それ以上喋らない。未来会議に参加して地域の人の生の声聞いてるでしょ、はい、長崎の課題にこういうふうに切り込みたいというのがあるとバンバン響くと思います。多分ね、君の中にあると思うんだけど言ってなかったでしょ。そうですね、もったいないんだよ。じゃあ今からちょっとシミュレーションするぞ、はい、学生時代に頑張ったことを教えてもらえますか。はい、私は人と、直接話すことで、リアルな声を聞くことで新しい発見があるんだなっていうふうに思ってます、それは自分の住んでた地域の、未来会議というものに参加したことがきっかけでした、はい、そこで切ったよね、はい、次来る質問何だと思いますか。きっかけの具体的な内容、そうだよね、未来会議って何ですかって次の質問が来ることは簡単に予想ができるでしょう、はい、面接の場は君が主導権を握るんだよ、はい、そのためにはストーリーをこう分割して一つずつ喋って、はい、で次はこんなこと考えましたっていうのを少し触れると、はい、当然それについて質問したくなるよね、はい、するとこの質問の面接の場っていうのはこっちが質問するんじゃなくて、はい、君が質問を引き出しているということになります。そうなってくると相手も君のことがよく理解できる。面接官もね、それを望んでんだよね、知りたいのは君のことなんだよな。そうですね君が言いたいことがねちゃんと伝わったっていう手応えを感じることができると思うよ、はい、今日手応えあんまなかっただろ。そうですね、でも最初そんなもんだ、はい、順序立てて全然話せてなかったなっていうふうにはすごく思ってて、やっぱり自分話してる自分が何を話してるか全然分かんないのに、聞いてる相手が理解できるはずがないなっていうのはすごく感じて、
自分自身考えてることとか自分のやってきたことっていうとか感じたことっていうのが今すごい掘り出されて、うん、自分が何を話したらいいのかとか、うん、自分がどういう順序で話していった方がいいのかっていうのがすごく見えてきたので、もう一回その自己 PR とか、うん、学知化っていうところをやっぱりストーリー立てて作り直してみた方がいいかなっていうのは、うん、すごい思いました。それがいいよ、はい、ありがとうございます、うん。であの面接の練習とかまた付き合うからね。はい、ありがとうございます、うん、もう全然もいいです、はい、じゃあ今日は終わりますか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、次回も頑張ります。頑張れ天勝。